ベンカタ一世は、南インドのビジャヤナガル王国、トゥルバーサの君主。本名は、ベンカダラーヤあるいは、ベンカタアドリラーヤという。1542年、フオーアチュタデーバラーヤが死亡したため、その幼い息子であるベンカタ一世が多いを、継承した。だが、その権力は1530年代中頃に頭角を、表した母方の叔父である。 サラカージュチンナティルマラに握られていた。しかし、クリシュナデーバラーヤの娘婿、ラーマラーヤも同様に権力を握った人物であり、サラカージュチンナティルマラとラーマラーヤのアーラビード家との対立が鮮明になった。同年、ベンカダ一世はこの争いの中で、サラカージュチンナティルマラによって殺害された。この時、他多くの王族が殺害されたという。 ベンカタ一世殺害後、ラーマラーヤは、弟のティルマラデーバラーヤと共に、運よくグッティ城に逃げていたベンカタ一世のいとこに、アタルサダーシバラーヤの擁立を掲げた。サラカージュチンナティルマラはこれを聞き、ビジャープル王、イブラーヒームアーディルシャー一世を、首都ビジャヤナガルに呼び、彼を7日間その王座に置いた。だが、ビジャヤナガルの貴族らはこれを受け入れず、 ビジャープル王にきちんとした代償を支払うことを条件に首都から退去させた。1543年初頭、サラカージュチンナ・ティルマラがビジャヤ・ナガルで王位を戦し、ラーマラーヤに戦いを挑んだが、同年中頃までに敗北して殺害された。これにより、サダーシ・バラーヤを擁したラーマラーヤがその弟ティルマラ・デー・バラーヤと共に王国の政権を牛耳ることとなった。 ありがとうございます。